ちょ、MC さん言いたいことがあるんですけど。え、なんすか。さっき村井さんに、はい、なんか戦艦のゲーム、なんか軍艦のゲームをやろう、リリースさんとかやろうって言われて、はんはん、俺ちょうど昼飯時だから軍艦持ってたんですよこんな奇跡ある。これ持ってたんですよ。え、これ今日の原さん昼飯、はい、昼飯。そうなんだ、はい、村井さんだったら戦艦ゲームやりながら俺が軍艦食っても気づかないんじゃないかと思ってとんでもないこと思いつく。そう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 、なんか4巻ありますけど、はい、え、それをまあゲームやりながら4巻全部食ってやろうと思って。わかりました、早速、はい、じゃあ行きましょう。皆さんこんにちは。こんにちは、マックス・ブライです。ハロミンです。ウォーシップサーガー、ウォーシップサーガー、今回はですね、はい、このゲームをやってみたいと思うのですが、はい、起動画面から尋常じゃなく綺麗だな。なんか村井さんだって水面がきらめいてますよね。これはあれでしょ、戦艦を作った、はい、その戦艦を作るための工場のなんかこう浮かしてある場所でしょ。ドック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 、そんなにドック、はい。雲とかね、煙とかね、なんかこの手前の煙より奥の煙の方がすごくないですか。おお、すげえ繊細、あそこの繊細さ。このゲームをですねやっていきたいと思います、はい、やりましょう。これからですね、うん、チュートリアルが始まります。はい、一緒にどんなゲームか見ていきましょう。いきましょう、ゲーム開始。イエイ。なんかやばい、やばい、この幸せな光景が多分数秒後にはきっとなくなるんだよ、はい、ほら、うわー、写真燃えてる。あ、故郷を焼き尽く、あーあー結構、あー一気に世界、一気に世界、一気に世界、悪の勢力が全世界を侵食しようとしている。真っ赤じゃん。ヨーロッパ、イギリスの方にあるの、悪の勢力は。うん、うん、無数の勇者が行ったと、決死の覚悟で抵抗したと、うん、これが最後の戦いかもしれない、はい。なんか光ついた。お、でも綺麗だな。お、かっけ。ギャビン。キャプテン。偵察機が敵艦隊の形跡を発見しました。お。各艦に通知。おい。戦闘隊形で展開。迎撃に備えよ。各戦準備完了。完了。各艦準備完了。はい。ギャビン。ギャビン。そうそうそう。あれ、国家の存亡、もう世界 VS みたいなレベルなんだよね。なんか、はい、あれ、これゲームどういうことですか。なんか始まる感ない、もうすでに。ほんとだ、航空爆撃。おおおおおお、向こうが敵で手前が自分たちってこと。てか、やばくないじゃん、ね、あれ、おお、一瞬すげえ敵からの攻撃が激しすぎますって。あまりにも激しいね。されたんだ、やられちゃったんだ。手前側が自分たちですね。ですね、沈められた。まさかこんな形で負けるのか。指揮官イケメンやなかっこいいですね。提督、起きてください。提督、なんだなんだなんだ。思い出していた。あ、自分のつけ。いやなんだ、夢かい、夢かい。おい、何いきなり。お姉ちゃん秘書、絶対好みで選んでるだろう。っていうか、ちょっと待ってくれ、はい、こんな格好で潜水艦の中とかやばいよ。こんなもうね、事件ですよ。ダメですよね。起きてください。個人書類を書き、海軍部に向かいます。ダメダメ、個人書類ね。 OK。 え、何、毒サソリ、トムソ。トムソ、何トムソって。どういうこと。医者スティーブ。スティーブ、アホアホフリードリヒ。アホアホアホ。不屈の人バレン。バレン、これ名前だよね。なるほど。鉄壁フレッチャー、魔術師ルーカス、太陽王ビスト、熱血クルーズ、サイズダーニー、巨峰ボブ。巨峰ボブこのルックスで巨峰ボブだったらちょっと自慢ね、はい、そうですね。いい人いい人、朝いい人、朝でいきましょうよ。これでいこう、はい、国はもうジャパンでいいです、触りません。エンター、はい、エンター、テンバレン。うわー、綺麗。うわー、綺麗。なんじゃこのグラフィックは。かっけー、けー。おお、ドイツの潜水艦に撃沈されたこんなでっかい豪華客船が。ほうほうほう、ドイツの潜水艦に撃沈されたこんなでっかい豪華客船が。巨大な陰謀、誤爆。陰謀来ましたよ、陰謀。うわー、
動かすのかな、もしかして。ドイツ艦に遭遇したら徹底抗戦。はいはいはい、了解。ラージャー、キャプテンラージャー。お、今回向かってきております、ラージャー。なるほど、いい人アーサー VS、 いい人アーサー VS ドイツ。あと2分とかになってる。これおお撃ったぞ。お勝ったぞ、とりあえず。はい、かわいい、かわいい。小さな勝利ですが、閣下の勇ましい働きは賞賛に値します。今なら寄港して急速整備が可能です、うんうん、ビクトリー。おお、とりあえず勝った。はい、画面をタップして続けます。はい、お始まるんだ軍隊生活。ここから始まる。もうお姉ちゃん、お姉ちゃんいいな、お姉ちゃんエロいな、いいな、超いいな。クラリス、はい、いいな、クラリス、いいっすね。うん、なるほど、うん、さっきの戦闘ではかけたもの、勝てたものの、我らの弱点も明らかになりました、はい、もっと多くの戦艦を手に入れて、戦隊を拡充し実力を増強せねばなりません。うん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 、1台でしたからね、さっき、うん、行きましょうよ。お、で、なんか右上を押せと、うん、え、何、うわ、特急スパイも、おいおいおい、この綺麗なお姉さんたちは知性と魅力を一身に集めたベテランのスパイです。彼女たちと協力すれば新しい戦艦をいち早く入手する方法が選べられます。え、特急スパイがいい。はい、特急スパイがいい。もう中級スパイと連絡を取って運試し。特急スパイがいい。特急スパイがいいっすよね。うん、おいおい、今は今回は無料。おい、じゃあちょっと中級スパイを派遣してもらいましょう。はい、頼むぜベイビー。派遣ボタンをタップするとスパイを通じて新しい戦艦の設計図が獲得できます。おいおい、派遣するたびに一定数のダイヤまたはアイテムを消費します、うん、おお、一回派遣、はい、中級スパイ行ってこい、行ってこい、ガーゴーゴー。お、で、ゲットした。ほう、戦艦の設計図を入手したらそれで、増艦すれば出撃時に使用できますと、うんうんうん、これ設計図を手に入れたんだね、今きっと。そうですね、星3。え、増艦したい、増艦したい、増艦したい、増艦しましょう。で、設計図倉庫にありますよと、はい、で、設計図の合成分解交換もこの倉庫で行える方法。次に造船所に行くわけだな、はい、生産ボタンをタップすれば入手できますと、はい、ラングレー級を生産します、うん、おー、コングラチュレーション。おー、はい、戦闘力を上げるには新しい戦艦を入手して艦隊、船体を拡充するのが一番手っ取り早いです、うん、そうですよね、そうですね、星さん、ランクレーで、新しい戦艦が出撃できるようになると戦艦の位置にヒントが出現します。ボタンをタップすると出撃できます、うん、その後新しい位置が解放されます、うん、位置、素早く新しい戦艦を出撃させて、うん、戦隊の艦隊の戦闘力を上げてくださいね。ほう、ほう、これは出撃させるといいのかい。戦、はい、艦隊、はい、で、はい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 、4つまで最初置けるのかな、雰囲気としては。うん、うん、で、まずはこのラングレーを置きました。で、大規模な戦いに行こうと、うん、ヨーロッパ、太平洋、うん、大西洋か、これは、うんうん、で、今北海でこの要塞が燃えてるんだ、うん、行きます、戦闘開始。海に向かって出発しますよ、うん、なんかドイツが敵ってことは第二次世界大戦なのかな、どうなんだろう。第二次世界大戦ってことはこれはなんかアメリカ側、でも村井さん日本を選びましたもんね。日本を選んだですよね。はい、はい、また敵はドイツ、うん、あ、いい人はアーサー VS ドイツ艦隊。これはオートなのかな、戦いは。あ、撃ってくれる、撃ってくれる。戦艦発射。え、強い、うん、え、強いじゃん我らが軍隊。敵駆逐艦3隻を撃破、その他はすでに攻撃エリアより離脱しました。戦艦レベルを上げると、戦隊の実力が、艦隊の実力が向上します、うん、続いて、戦艦レベルの上げ方を学びましょう。学びましょう。ビクトリー、ビクトリー。で、さらにレベルが上がりました。ありがとうございます。
うんうんうん、で改造システムに入ってくださいと、うん、お姉さんいいなねえお姉ちゃんいいねお姉ちゃんいいないいねはいで強化したい戦隊を選ぶと、はいうん、どっちかですねこのそうですねエディンバラがメインでラングレーがさっき、中級スパイがくれたやつ、うん、今回はエディンバラをやれとはいはいはいん押す戦艦の強化効果は戦闘中にのみ展開されますほう今強化したからもう一回行けとおおこれだん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 1個目のクエスト2個目のクエスト3個目のクエストって右に行くにつれて進んでるんだ、はい、そうですね北海で戦ってるんだですねそうですねよしもうどんどん行こうできない北海といえば油田がありますか、ね、北海油田北海油田懐かしい世界史だ世界史そうですねライオン級のおらなんかね上の方でさっきからね、はい、そのチャット、うん、メッセージ、うんうんうんね、いろんな人が何をしてるみたいなことを見え隠れしてますよね、はい、誰々が中級スパイを出したとかああ本当だてかこれ海のグラフィックすごいですね確かにめっちゃ綺麗だな、うん、本当に実写実写ね実写っぽいですよね凄まじい綺麗さ雲とかすごいねビクトリー Thank you very much Thank you でパーツをゲットしたみたいなんです今、はい、戦いではいでそれを、改造からパーツを装備しろと、うん、方法でプラス、うん、方法あ戦闘力上がった、うん、こんな感じで強化のパーツがガンガンあるわけね、はいはいはい、でパーツ自身もレベルアップできるんだはあはあはい今パーツを強化しましたこうやってだん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 強くさせるんですね、うん、でもう一回戦いに行けといいでしょう北海要塞のパート4おおわーなんかもっと欲しいなたくさん戦艦すげえ本当だ戦艦欲しい2、3体欲しいうんいやもっと欲しい欲しい当たんなかった全艦発射ババババ強い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 あれなんだなんだん我々は奇襲を企んでいた、はい駆逐艦を撃沈しましたほうまた我々のロイヤル駆逐しましたオークかな、うん、嵐の中故障してしまい戦線から離脱しましたあらららら提督またの勝利おめでとうございますしかし任務はどんどん難しくなっていくでしょう、うん、あら任務、うんクラリスが可愛い可愛いですねクラリスの可愛さにメロメロでございますねてかクラリス格好刺激的ですねこれもたまんないですよね軍艦にいたら、うん、もう大変です、はい、大変なことが大変なことですおい特急スパイがいいよこの BGM もいいねいいですね大人っぽくて上級だし上級だそうですよ、はい、特急がいいな特急がいいな一回派遣デキン星4いい星4これ明らかに今一番強いでしょうん基地はい基地に行きまして造船所で作ります13、はい、ピッパーピッヒッパーあヒッヒッパー出撃したいです、うん、さあ OK ゴーゴーいろいろと教えてもらいましたな、はい、そして北海洋撃洋撃まだいけないここだまだいけないまずは 5あれ5ってさっきクリアしたいきましたよねオッケーんまあ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 行ってみましょうおお3体になったいいね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 ドイツしぶといなしぶといよてかもう明らかにこっちの戦力だいぶん強いねそうですねいい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 余裕の勝利余裕の勝利早いな勝つのおでいけるようになったラストいけるようになりましたよ、はい、何があるんでしょうなんかボスとかいいのかないるんじゃないですか水蒸気がグナイゼナウを発見しました応戦しましょうほう、まあ、負けることはないだろう、うんえ、なんかなんじゃええ弾幕射撃ドドドドドーンおお結構強いなっていう雰囲気はあるが我らには勝てないいやでも結構食らってるあ撃沈いいね
グナイゼナウは重傷を負い逃亡、はい、残りの戦艦は全て撃沈しました。撃沈しました。グナイゼウナはもうじゃあ生き残っちゃったんだね。そうですね。レベル4からレベル5。 OK、うん、ほうほうほう、うん、技術ツリーシステムが開放されました、うん、ここをタップすると技術ツリーへ移動します。準備はいいですかと、はい、いいですよ。基地で技術ツリー、いい、海軍の歴史や発展過程がまとめてあります、うん、ほう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 、なんだねこれは。いきなりほう技術点を投入すると